はい、どうも徳さんです。本日は40歳現役バリバリ兄貴の秘密に迫っていきます。まずは兄貴のピッチングをご覧ください。はい、こちらの左バッターとの対戦です。初球内角いっぱいストレート、ナイスボール。昨年の暮れからなんですが、結構腕が振れている印象はあります。このように微妙にタイミングを外しファールを取り、追い込むと最後またストレートで的を絞らせず、ピッチャーゴロー。はい、そして圧巻はこちらの打者。はい、まずはツーシーム、これ腕振んないとこうやってキレは出ませんからね。2球目、このスライダーもブレーキかかっている。はい、そしてラストボール、この落差、空振り三振。この時期にして上々のピッチング、非常に状態のいい兄貴ですが、試合前のアップにこの日密着すると、怪我せず元気に投げるための3つの秘密がありました。未だにバリバリ投げていると。最近球速くなったんですよでも兄貴は日頃常に体のケア、トレーニング欠かさないじゃないですか。そうやな、確かに。そういった意味でそれが要因になっているということは間違いないんですけども、最近なんか試合前いろいろやってますよね。そうだね、あのねちょうど俺の今あのアップっていう話やんか、はいはいはい、おもろいとこ目をつけるなとアップってこう、うん、今いろんな提案がされてるやんか世の中で、うん、はいはいはい、松田さんも終わって代わり目やから、はいはいはい、マジでいろいろ試してんねん。なるほど。ほんでハマったなっていうやつが、まあ、年間通じてやろうかなと思うやつが何個か生まれてきてて、はいはいはい、まあ、それちょうど何個か紹介するそれはいつもやってますよね。これ最近めっちゃ好きやねん、これ、うんうん、水野のモーションロープ。はい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 、これ4キロあんねん。え、4キロ。そっか、塗ってみ。ガンやで。結構片手で持つとなかなかの重量ありますね。これを使ってアップするっていうのがあの今水野の提案であんのよ。うーん、これな、あのビヨンドマックス開発したやつが、うん、やつって言わせてもらうが、はい、やつが俺の前喋ったけど、はい、の大学のリーグ戦のライバルの南浦っていう、そうですよね、大阪市立大学のやつが、俺のまさに知り合いがビヨンドマックス開発したからね。兄貴を今苦しめている、うん、そう、あのバット平山を打つにはどうしたらいいかって考えた結果できたっていう噂のこれ南浦さん作ったんですね。そう、これ南浦に説明を受けてな、これ。へえ、あのアップが一瞬でできるっていう、アップの時間が一気に縮まるっていう代物なのよ、うんうんうん、それ早速どうやって使うかちょっと見せてもらっていいですか。いつもやってる感じでも全然。あのね、これがあの、はい、こうしなれるのよ、はいはい、結構柔らかいですよね、うん、感じ的には、うん、あのやっぱり野球ってこうねじる運動やんか。で、最初1個目のアップで俺いつもやってるのは、うん、こうやってゴルフみたいに、はいはいはい、これ教えられてんけどね、うん、これまっすぐな棒やったら意外とやりづらいね、すっごい。はいはいはい、でもこう自分の肩の幅に合わせてパッて、うん、握って、一番握りやすいこういう風に握んねんけど、はい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 、だからメディシンボールをこう投げる練習もあるから。なるほど、ありますね。もうちょっと重い場合ねんけどね。はいはいはい、ほんまこれだけですぐ汗かくねん。へー、全体があったかくなるっていう、動くという。あ、まあ横っ腹くんねんけどね、実際多少は、はい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 、なるべくこう体全体でボーン、これ今は向こう側に投げる感じの、はい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 、これをボーンってやって、次逆で向こう側にバーン、うん、はー、これすごいね、すぐね、あったくなるね、冬でも。ちょっと一瞬僕やってみていいですか。いいよ一瞬。これ肩幅でいいっすね。肩幅でいいよ、曲げて。そう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 、あー、なるほどなるほど、そう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 、あ、はいはい、バッターにとって一番いいと思うよ、それ。あ、なるほどね。ちょっと重みあるから、これ画面越し伝んないけど、うん、あの野手でいうとフォローする時のこの背中の心筋、うん、あの腰じゃなくこの肩甲骨のこの辺めっちゃきますね。そうやろ、これ面白いな。それめっちゃ面白い、そのね4キロっていう重さと絶妙かも。そのなんか柔らかいっていうのがやっぱ絶妙で、その重くて柔らかいもんってなかったやん、はい、そういうもんなかったっすね。すげえ面白いそれ。確かに。2つ目が、はい、あの何個かあんねんけどね、うん、これやってるのはこういう動き、うんうんうん、こういう動き、はい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 、はい、でこれ何かっていうと、うん、あの下半身がしっかり安定させて、はい、あのピッチャーってやっぱこう肩甲骨の動きやっぱ重要やんか、うんうんうん、後ろぐちゃぐちゃ、ここが結構あの、はいはい、後ろっすね、うん、後ろどっちかというと背中肩の動きを意識してて、うん、結構4キロの重さでこれをまっすぐやとできひんのよ。あ、こういう動きとすぐやりづらいの、入ってこないの。あ、なるほどね。これ曲げることによってぐわって後ろまで、はい、はい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 、これはこうやって後ろでこう、あ、結構、うん、兄貴柔らかいんですね
やばだよ。これはちゃんと大きくこう三四。はあ、あすげえ躍動感がある。これめっちゃいいね。なんかこう気をつけてるポイントみたいなっていうのはあるんですか。まあ、俺はね、はい、俺が意識してるのは、はい、やっぱりこう下半身から力って生まれるやん必ず。下半身安定さしっかり。これメディシン投げるのと一緒で、はいはいはい、しっかりポーンって振り上げて、なるほど、下ろすときに背中を大きく回して柔軟性、はい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 、バーンって上げといて後ろ柔軟性、俺の意識してるのはここで行って、はい、下からボーンって行って、はい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 、下からの爆発的なことですね。これ良き。でこれ一番ね、あのそれこそ南浦が一番これ進めてくれた方法があって、はい、それね、あのキャッチボールする前にやると、はい、あの軽く投げるアップ時間が一気に縮まるっていう。へえ、でもマジで縮まったよ。でこれそれはパートナーじゃないでけ、あ2人1組、うん、なるほど、引っ張ってもらうだけやねんけど、まあ、ピッチャー同士みたいな感じですね。待って待って、まだこれハムにしっかり意識いけばいかないと。おいちょうだい、ちょっと待って、あどうしようこれ、兄ちゃん引っ張りながら振って、もうちょっと OK、 あ引っ張りすぎ、20秒、よいしょ、振って兄ちゃん、よいしょ、そうそうそう、オッケーサンキュー、オッケーサンキュー。他にもいくつかあるそうですが、登板前はこの3つを行っているとのこと。さらになんかね、やっぱ取り入れようって思ってて、今ゴム、これシーズン中やったら新しいことっていうか、うん、もう決勝バー向かってる時やったらさすがにそんなババが買えへんねんけど、うん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 、今ってやっぱチャレンジの時期やと思ってるから、そうですね、うん、これ J バンドっていう、 J バンド、 J バンド、まあ普通の ロープというかゴムっぽいロープの、まあ、あの俗に言うチューブやね、うんうん、ここが引っ掛けやすくなってて、ね、うん、フックついてますね。フックついてんのと、あとこれが手首にはめれんね、バコンって。これな、最近のあの俺思うねんけど、はい、この間ガルシア来たやん、はい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 、でガルシアって体大きくなくて、うん、筋力もおそらくはトレーニングって言ったら多分俺らの上なんやろなと思うのよ、うん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 、まあ日本人やけど、まあ、でかい方の人より小さかったから全然線も細かったっすもんね。そうやね、うん、であの豪快なフォームで投げてて、うん、で俺それ見た時に、うん、あのアメリカの理論ってこう日本って距離あるよねってちょっと思ってたんやけど、いや関係ないなって、やっぱ向こうでいいって言われてるもんは俺にとっても多分いいんだろうと思って、でこれあの向こうの160キロ後半投げるピッチャーが俺よう分からんかったけど、映像見たらさもうめちゃくちゃな遠投しててん、そのピッチャーがピョーンとかやってきて、パーンとか入ってピョーンってバーンとか入って、俺はこれ使ってんだよハッハーみたいなこと出てたよ、ほんまに、ハッハー君たちも使ってみなよみたいな、何の宣伝や思いながらさ、140キロ、俺のマックスの球、彼のスローカーブやから確かにそれはもう少しでも追いつこうとするやろでアップってな飽きるやろ正直、いつも同じことやってたら、いや飽きますよ、新しい刺激入れると面白がれるのよそれを、うん、なるほど、ほんでアップもしっかりしようかって勝手になるの、時間も作れると、そうなんだよ。これちなみに、あ、そうそう、これちなみに金子千尋投手移籍した、はいはいはい、使ってるし、あとドラフト、そうですね、そうよ、山岡投手も使ってるって噂、へえ、2人とも、でそれ手首につけます、それプラスあのオレゴン州大学使ってるって言ってでこれこの手錠みたいな形ですね、いわゆる、うん、でな、うん、もうあとはシンプルやねんけど、うん、これにこんなん、はいはい、ペッてついててどこでも引っ掛けれるから、はいはい、ね、うん、ちょうどちょうどあるわ、ちょうどある、うん、適切な場所が、適切や、高さもちょうどよ、これ奇跡やな、これそれ用にあんのかな、ほんであの、うん、トレーニングの仕方いろいろあんねんけど、うん、あの本当こういう動き、はいはいはい、今 J バンの使い方ってネットで公開されてんねんけど、うん、俺それ見て勉強してんけどさ、あの結局、うん、あの大きすぎる負荷って、はい、こういう動きすると怪我のリスクが出てくるのよ、うんうんうん、でこれ肩のアップすっげえいいね俺やってて、はー、まあ、インナーやけどね言ったらね。ちなみに投球における最大外旋位とはこのポジションのことらしいですね。この最大外旋位を強化しシナリオを生み出すトレーニングにもつながっているそうです。これ野手にも意外と効くんじゃないかな、のとはまたちょっと違った感覚があるんですね。ある、やっぱりあのやっぱ中を鍛えれるって感じすんねんな。実際思いっきり投げるときって、はい、あのまあ、もちろんアウターも大事やねんけど、うん、まあ、感覚論になっちゃうけどやっぱり中の筋肉締まってないとあかんっていう感覚もあるのよ。あーなるほど、やっぱしなるときにバチって最後こう体を加速するときって、はいはい、まあまあベタやけどインナーマッスルそこをしっかり刺激しとくっていうのはアップで大事かなって俺は思ってて、それは疲れるまでやったらあかんねんアップの時は。
この筋肉はちゃんとお前ら今日働くんだよっていう、うんうんうん、まあ、それこそ中山筋肉じゃないけど話しかけて、なるほど、ちゃんとやってあげるっていうのが重要で、その中のトレーナーニングとしてみたらこういうのが1個思ったんですけど、逆も握んないっていうのがいいかもしれないですね。なんかね、いうことに言った通り、うん、握んなくていいのよ、うん、ここ持たないですもん ね、 ここね、あの握んないって何が起きるかっていうと、うん、これやってる時にさ、うん、もう変な話、あのこれでもそうやん、ベタな、そうですね、これでもそうやけど、うん、あのどこ意識してるっていう、当たり前やけど、うん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 、インナーマッスルの意識をしてるわけさ、はいはい、そうですね。でその時にあの本当細かい、よく言うやん、意識しなさい意識しなさい、はいはいはい、握るっていう行為でここに力入るわけよ、当たり前やけど、どんなに弱くても、ね、離さないように、うん、ここの力って一切いらなくって、うん、この手首だけだと本当に肩だけで動かせるのよ、感覚で言うと。あ、なるほど。で例えばここに引っ張るのにすげえ力が必要やったら、当たり前ここに勝手に力入るやん、入りますね。ここに意識多少入ったら、うん、ほんの細かい意識ここから抜けるやん、やっぱりこう、うんうん、ばらけんのよ、うん、これやとほんま手プラプラの状態で肩だけで引っ張れんのよ。確かに握んないっていうのが俺結構革命かなと思ってて、確かにね、パッてギュッてつけれるからすげえいいね。別にこれ回しもでもないでもないんやけど、これはほんまにいらんことせんでいい、ほんまいいね。シュール、シュールだ。40歳のこういう努力が。 J バンド興味ある方は動画概要欄をチェキラー。俺もやってみようかな。そして最後は、あとはもう何回も言ってるけど、これやってるわ。それよくやってますよね、と話すやつね。やっぱ怪我のリスクって感じかな、うん、イメージで言うと、やっぱ体のフォームをこう、うん、よくしていこうっていう。やっぱり怪我ってすると、まあ、もちろん野球選手、ピッチャーって怪我との付き合いは絶対常にあるんやけど、うん、まあ、それこそ大谷翔平投手でも、ね、田中将大投手もみんな怪我、ダルビッシュ投手もまさに絶賛やし、うん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 、じゃあその怪我っていうものがやっぱ不安が解消されるっていうのはパワー発揮するっていうことに直結するわけよ、実は。はい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 、痛みがない、いい状態やって言ったらパワーバーンって出せるっていう、自分の感覚として不安がない、じゃあ体全体で強く投げるっていう感性が戻ってくるから、ほな怪我の不安がこれ使って一定ラインマシになってきて、まあホーム改善、これ自体これもちろん解決するわけじゃないけど、これの理屈理解してある程度こういう風なやり方しようって言ってやって、まあそんなうちにあの体が痛くなくなってきて、ほな徐々に体のパワーが全体が戻ってきたっていう、ほなバーンって行き出してるっていう、やっぱ重要やと思うね、本当にフォームって、ね、地道な、悲しいかな、悪いフォーム、怪我しやすいフォーム投げたら、うん、別に投球数関係なく早めに壊れるからさ、そうっすよね、そこは本当にやっぱ向き合った方がいいよね、追求していくってことですね、絶対そうやと思う、それは追求。というわけで、さまざま経験している兄貴ならではのアップ内容でした。ちなみに兄貴の話、告知の後も続きます。2019年一発目の新アイテムはこれ、生かした野球人におすすめのパーカー祭り、フルジップとプローバー2種類をご用意。この冬のオシャレインナーとしてイチオシ、アウターを脱いだ瞬間あなたの野球愛が溢れまくる。動画概要欄の URL からどうぞ。これあえて脱ごうか。うん、兄貴いつも厚着してますよね、そういえば。そうやね、ちょっと話変わりますけど、最近な、うん、今もほんま脱がへんねんけど、はいはい、絶対あったかくしてんのよ。これなんでかっていうと、うん、俺も影響されすぎなんかもしれんけど田中将大投手がホットバックしてるって話聞いて、うん、してましたね、うん、あのやっぱ試合直前にはこう体を一気に温めて試合に持っていくっていう、うんうんうん、で俺らって冬場でもアップしててちょっと暑いなと思ったらやっぱ脱いじゃうやん、脱ぎますね、うん、でそれは多分あの適正な暑さに合ってないはずやね、まだ。なるほど。お風呂ってだって40あの4度とかで厚めに入り入るやんか、プロのホットバックって。俺らがアップで1から作って、うん、暑いなって思う暑さなんて多分全然試合で戦う暑さじゃないのよ。37、8度とかそうなんでしょうね。そうやと思う、うん、ほんですぐ脱いじゃうやん、はいはいはい、それを本当に試合でハイパフォーマンスを見せようと思ったら、うん、俺のこれ感覚ね、うん、もっと暑くないとあかんのよ、冬場。なるほど。俺あの加湿できたらしながらやねんけど、うん、車の暖房でも暑くなったら行くときね、うん、普通止めるやん、はいはい、でも止めないもん俺、暑ー思いながら待ってて試合前で、今もアップしてて汗かいて、うん、暑いなと思っても基本ね、うん、脱がない。はー、本当にスポーツマンがあの野球っていう関節を使うスポーツで、うん、ハイパフォーマンス出そうと思った時の、うん、必要な体を温める温度っていうのを、うん、まあ、メジャーとか日本のプロとかもホットバッグとかガーって暑いとこ入って上げてるやん、うん、プロフェッショナルの話聞くと多分俺らは低いんやと思って、特に冬場、確かに夏は勝手に上がんねんで、うんうんうん、夏は逆にオーバーしちゃうんやけど、はいはい、逆に下げないといけないんだけど、冬場は低いまんま投げ始めてると思うの俺ら。そうですね、間違いなくそうでしょうね。まだまだ寒い日が続きます。皆さんもセルフホットパックぜひ試してみてはいかがでしょうか。